伊藤さんとです。よいしょ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 。床が、そう、床張り終えて靴脱ぐのがすごい時間かかるんだよ。よいしょ、お邪魔します。よいしょ、おー、だいぶできてきましたね。この下がったところに、はい、キッチン用スペースを作る。そうですね。で、作業スペースをどう確保するかがあれだなと思って、うん、やっぱここでゴツンってなるから、うん、できたらこっちにグイッと寄せて、うん、買い物とか切って、うん、やってってやりたいんですけど、奥のスペースデッドスペースできちゃうから。そうだね。なんとか上手にこう収納というか調理器具とか調味料だとか食器だとかをなんとか置けるような感じにしたいなと思って、そういうちょっとそういうこと考えて。収納だろうね。うんですね、うん、まあ、どっちにせよその辺のもの場所取っちゃうから、うん、いっそもう思い切ってなんか広めにそれ取っておいてもいいかな。うん、そうだね。うん、そんな感じかな、うん、ここが、うん、まだちょっと、うん、で一応壁の素材石膏ボードにしようかなと思って、うん、ここだけは石膏ボード。うちは在庫はもうそんなんないかな。うん、まあ、まあ石膏ボードこそそんなに木材ほど高くないから ね。5枚でいけるかな。こう、うん、2000円ぐらいか。2500円。うん、床パレットを作ってあげて、うん、そのパレットの上から気を打ちつけて、廃材に。本当にすごいタイミングで廃材が来たな。